日本埼玉県埼玉市北区日清町日清町は埼玉県埼玉市北区の町名。現行行政地名は日清町1丁目から日清町3丁目。住居表示水施地区。郵便番号は3310823。本校では日清町の前身で現在も残存する大技城下及び大技西谷とそれらの前身である。 カムラ及び西谷村についても述べる。埼玉市北区中西部に位置する。町域の中央を南北に長く、大宮大地があり、東部に向かって緩やかに傾斜しながら、町境の切れ式側に至る。西部は町境をなす鴨川沿いの中石平野や、海石国が入り組んだ、起伏のある地形となっている。北区奈良町、宮原町、大成町、串引町、大宮区と、 西区にまたがる三橋、西区宮前町、内野本郷、上尾市戸崎と隣接する。地内は住宅地で、ほぼ全域が市街化区域であるが、鴨川流域沿いには市街化調整区域が存在する。北部の新大宮ワイパスや、都市計画道路宮原差し木線周辺には、生産力地地区としての二十歳がまだ残る。住宅地の地下は、 2015年1月1日の工事地下によれば、日清町2丁目1784番2の地点で17万3000円平方メートルとなっている。日清町があった一帯は古くは、南北長期より見出せる足立郡に属する河村で、河村とも書かれた。この河村は、中世末期か近世の初期頃より城下村と河村に分村された。大胸河村の区域の北部が城下村。 南部が高村であった。城下村は南側で、高村は東側で串引村と隣接していた。また、城下村の北側には、後年日清村の一部となる西谷村が隣接していた。その後、日清町の前身の村々は、日清町の成立まで以下の変遷をたどった。江戸期は、武蔵区に足立郡吉野領に属する城下村であった。さらに古くは、 水畑層に属していたと言われている。城下村は城下村とも書かれた。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園坊では四百九十五国、玄禄豪町では五百五十四国余り、天保豪町では五百五十五国余りであった。スケゴは、中仙道大宮宿に出役していた。火星期の世帯数は五十件で、村の規模は、東西二十町、南北十八町であった。 干暑と紅花が村の特産物で、干暑は河野巣塾、紅花は桶川塾の問屋に出荷していた。江戸期は武蔵国足立郡吉野寮に属する下賀村であった。さらに古くは大谷寮に属していたと言われている。加賀村は加賀村とも書かれた。村高は昭法年間の武蔵国伝園坊では327国余り、 原禄豪町では316国余り、天保豪町では326国余りであった。助郷は中仙道大宮塾に出役していたが、聖徳、安永には日光なり街道大門宿にも大出役していた。火星期の世帯数は33件で、村の規模は東西3町、南北5町余りであった。感謝の生産が盛んで、主に、 コ野ノ塾に出荷していた。江戸期は、武蔵国足立郡大谷領に属する西谷村であった。さらに古くは、神尾僧に属していたと言われている。村高は、昭法年間の武蔵国伝言坊では172国余り、玄禄豪町及び天保豪町では167国余りであった。スケゴは、中仙道大宮塾に出役していた。 火星期の世帯数は20件であった。2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。陸上自衛隊大宮駐屯地日清駅前に近く数多くの商業施設が立地する。日清幼稚園は串引町2丁目に所在する。ありがとうございます。